今ですね、若草山のふもとにあります、お食事の時間であります湯水さんにお邪魔しております。外でね、非常に開放的で、素敵だなと思ってます。で、料理の方も今来まして、茶がゆとかすねうどん定食ですね、今来ました。今から食べるところですので、楽しんで食べて、またあと、ゆっくりですね、お茶でも飲みたいと思います。よろしくお願いします。はい、OK です。はい、皆さんこんにちは。今日はまた奈良のですね、果実園という珍しいお名前で、のカフェにお邪魔しております。で、もともとの果実屋さんだったみたいで、そこを改装して、喫茶店に今されていると。もともとコーヒーのですね、焙煎の方が主なんですけども、美味しいコーヒーも飲めるということです。あとなんかもち麦とかなんかこう珍しいお菓子とかもね、販売されてみたいですので、ちょっと後で楽しんでみたいと思います。はい、では次回はですね、南都中央総合事務所の杉山武先生をご紹介したいと思います。とにかく相続のことであれば、もう杉山先生というぐらいですね、有名な方でして、あと会社設立、こちらの方も早くて、料金もですね、リーズナブルというふうにお聞きしております。場所は近鉄奈良駅のすぐそばなんですけども、ぜひ、ご用意されますね、お立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いします。